さあ、有吉弘行、通称、有吉の、サンデーナイトドリーマー、通称サンドリーでございますけどもね。もう2016年2月14日、日曜日ということで、今日はなんと、バレンタイン。バランタインって言った方がいいんですか？バレンタインで。大丈夫です。バランタインじゃない。お酒になっちゃいますんで。バレンタインデー。バレンタインデー。ということでね。はい。まあ、女性が、うん、女性が、まあ、何かしらの甘いものを、男性に送るという儀式があるんですよね。まあ、大体チョコレートですけどね。大体は。何かしらじゃなくて、大体は、うん。はい。まあ、チョコレート買う余裕のない人は別に、チョコレートじゃなくてもいいでしょ。それは裕福な人たちの、やりとりであってね。まあそうなんですかね。そういうチョコレート買う余裕のない人もたくさんいるわけだから。あ、そうそういうチョコレートじゃないといけないっていうのはちょっとあまりにも、厳しいんじゃない。いや、そうですかね、厳しい意見でしたかね。ちょっと貧しい方の人に目を向けてなさすぎない？そんな言い方。そんな怒られます？そうですけど。いや、それは別に何でもいいじゃん。いや、だってそういう人はほら、もう、だったらもうそういうのやらなきゃいけない。別に、まあ、基本的には甘いもんプレゼントするとかいう、チョコレートっておっしゃいますけど、はいはいはい、別にそれは別にボルトだ、ナットだ、何でもいいわけでしょ。空気だろうが、石だろうが、綺麗な石だろうが、見つけてきて、これは、これ好きです、つって、綺麗な石なんですけど、すいません、つって渡して告白してもいいじゃない、別に。いや、まあ、それはいいと思う。いい、釘は嫌だな、でも。釘は恐ろしい感じ。恐ろしい感じがするな、なんか。いや、だから突起物だから。いや、だからそれでもそれでも、あなたにとって今釘が必要でしょっていう時あるでしょ？ああ。釘を刺すみたいなことですか？違うよ、そんな馬鹿らしいこと言ってない。家の建て付けが悪かったりしたら、はあはあ、私の好きな、あの人の家は建て付けが悪いな、じゃあ釘でもプレゼントしようかな、とか思ったり。そういう意味で、女性がプレゼント。あるでしょ？だよ、それ釘怖い怖いって言わない。じゃあ、はあ、釘をプレゼントした女の子はそれ失礼じゃない。はあ、ちょっとあまりにもちょっと、やっぱその、下の人間を、見るの忘れてませんか？目を向けてください。政治家になろうとしてるんだったら。なろうとは思ってませんけどね。だろうな。Release a lot of stress. We now have a variety program. こんばんは。何キャラですか、こんばんは。太田プロの心中、広島が生んだ怪談人、軍人ロックスター有吉弘行です。東京半蔵門、誰なんだろうな。 JFN スタジオから生放送、サンデーナイト脱獄ドリーマー。脱獄ドリーマーですか。今日のアシスタントは安田和弘です。お願いします。なんだお前、プリズムレイクみたいな。やっぱりそうか、脱獄だからおかしいなと思ったんだよな。安田ちゃん、なんでそのキャラなんだろう。でもなんか今日も変な汚らしい顔してんな。ベロベロ舐めてやるか。全然覚えてない。わかった、ティーバッグだ。ティーバッグだ、分かった。紅茶に紅茶を出すやつじゃないぜ。それはティーバッグだぜ。分かった。ティーバッグのあれでしょ、日本語バージョンの吹き替えの方を見始めたってことですか。そうだぜ。その声ですよね。ワイルドだろ。なんでスギちゃんにやったんだよ、また。スギちゃんブーム去ってくださいよ、もうそろそろ。2016年なんですから。ティーバックかと思いきやスギちゃんだぞ。全然びっくりしてるよ。そっかそっか、今プリズンブレイクブームですからね。ずっとちょっと字幕で見てたんだけどな。先週安田の可愛子さんに聞いたらな、ね、うんうん、字幕よりな吹き替えの方が、うん、楽だろって言われたからな。俺も吹き替えで見てるんだぜ。ワイルドだろ。いや、いいんだよ、スギちゃんに行かなくて。途中までティーバックっぽいじゃん。
ティーバックの声優の人がちょっと忘れちゃったんですけど、あの人も結構有名な人ですよね。有吉弘行の誰得っていう番組でもな、はあはあ、ナレーションずっとやってくれてんだぜ。ああそうだ、有吉弘行の誰得って言ってるんだぜ、ワイルドだろ。いやスギちゃんがやってる。いやスギちゃんもいいんですよ。だけどスギちゃんブーム去ってくださいって言ってるじゃないですか。スギちゃんブームは冷めた人だな。なんだ。かっこつけて悟り世代かおい。悟り世代なんだ。なんだ俺全然悟り世代かおい。なんで悟り世代って。なんだそのお前スカシカと。スカシカじゃないよ。かスカシカおかおい。ねえ。あ、ダジャレ出ましたね。おいおいおい。絶好調じゃないですか今日も。というわけでね、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。Stay Night Dreamer Live on air Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。 東京ハンズオン JFN スタジオが生放送でやってるよ。なんで急に美空ひばりやり始めたの。お嬢のサンデーナイトドリーマーですけども。今夜のアシスタントデンジラス安田でございます。ハトちゃん、ハトちゃんお願いします。生放送メール募集しましょうね。今日は、はい、2月の14日ということで、はい、お祭りマンボに、お祭りマンボ、お祭りマンボじゃないですよ。お祭りマンボにテーマはこちら、はい、バレンタインレポート。バレンタインレポート、ね。今年のバレンタインデーがどうだったのか皆さんは報告をしてください、うん、何もないですという人は過去に遡ってでもいいです。バレンタインでもいい思い出悪い思い出、うん、何でもいいでしょう、うん、甘い話ほろ苦い話、うん、ね、石をあげたよ、釘をあげたよ、うんうん、ね、もらったよ、うん、もらったチョコレートを犬に毒味させてみたら犬が死んだよ。いろいろそんな恐ろしいエピソードいらないですけどね。やめてくださいよ本当ね。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。www.jfn.jp/dreamer です。携帯電話からも送れます。はい、私の有吉、私の有吉に触れたメールにはですね。違ったことを絶対直さないよね。そのまま突き通すよね。私の大好きな有吉の金銭に触れたメールなんだよ。私は。出てきたまた。スギちゃんだぜ。スギちゃんの方なんだ。パンを、はい、プレゼントしております、はい、パンというポイントですけどもね、うん、ステッカー皆さんにプレゼントしておりますので、うん、ぜひぜひいいメールください、はい、そして若槻千夏さんからいただいたマグカップなんですけども、このサンデーナイトドリーマーと、若槻さん要するクマタングループの、はいはい、コラボマグカップでございます、はい、どうしましょうね、どうしたらいいですかね。いやどうやってあげましょうね、うん、特に辻君も何でもいいよっていう、そんなに送料さえかかんなければみたいな顔してますけど、ね、あ、そうですか、送料かかるのが一番嫌がるからね。ああそうなんですか、うん、じゃあもう何だったら史上初の着払いにしちゃう。いい加減にしろ。ノベルティで着払いっていうのは史上初じゃないですか。いやいやもうずっとそのターンになるよ。行って帰って行って帰ってね。払えねえよ着払いっつって。戻ってこっちもいりませんいりませんっつってそのラリーになりますから。なっちゃうんですか。はい、だから難しいですけど、ね。そうですか。まあだからどうしましょうね。うん、エンジェル5枚ってなかなか出ないんですよ、はい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 、エンジェル5枚は私の色紙でもいいですけどもね、うんうん、どうしましょうね。いや、お前の考えはちょっとないのか。いやまあだから僕はあれですよ、先週言ったみたいに毎週1個、うん、1個あげちゃうけど、そしたらまあ1年ぐらい持つしな。まあそうじゃないですか、ね、そうですね、 10個ありゃ10ヶ月持つし、ね、あでもそうか、そんな、いや持たない、毎週か、毎週ですよ。いいか、そうする、まあそれいいんじゃない、そうしようかね。じゃあいい、辻君ごめんね、送料を
クーッつってるけど、いやだから本当着払いにしればいいんですって。ダメだ着払いは。だってこのラジオが勝手に送りつけるんだから。このラジオらしいって。らしい。大丈夫だよ。ダメ着払い。やんないの？着払いはやりません。あそう。俺のやっぱプライドが許さないよ。私は今。急にプライド歌い始めましたけど。じゃあ、はい、毎週、はい、その日一番まあ面白いとは言わないけど、はい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 、まあ興味深かったとか印象に残った1枚、ね、住所が書いてあるものに限りますけども、その人に、うん、あげましょう、うん、マグカップをね、うん、メグキャップ、うん、はい、発音でお願いします。メンピーの G スポット、いやそれで試さないでください発音をね。相変わらずマンピーの G スポットってすごい歌だなと思ったね。まあそうです、ね、すごい曲だ、ね、この前ツイッターでちょっと書いたの、これいいんだっけ、確かにそうですよねって思いましたけども、はい、まあじゃあそうしましょう、はい、だから皆さんどしどし送ってください。それはもうネタはがき、ネタのメール、うん、こういう今日のテーマメール、はい、何でも構わないですけど、一番印象に残ったものにプレゼントいたしますので、はい、皆さん今から間に合いますからね、うん、バレンタインレポートで面白ければ、うん、マグカップあげますんで、うん、ぜひぜひお願いします。どっちだ森進一です。違う人かよまた。今度森進一かよ。さあということで、はあ、春一番吹きましてね、うん、今日東京の方で、はいはいはい、まあ、でも全国的にと言ってもいいんでしょうかね、まあ、よくわかりませんけども、ね、今日朝は、はい、朝方は結構すごい風と雨でね、うん、結構大荒れの天気でございましたけども、うん、春一番吹きまして、うん、今日はぐっとも20度以上、うん、気温高い温度でしたから、はい、もう本当春の様相でしたけども、うん、なんかあれね、春一番といえばやっぱ本当にもう亡くなられた春一番さんですけども、はいはいはい、ねえ、はい、なかなかあんな人はいないですね、今時の芸人で。いや、いないでしょうね。でもね、いないですよ。だっていつ会っても酔ってんだもんね。そうですね、確かにね。そうね、そうそうそう、いつ会っても酔ってるし、そうですね、なんかちっちゃいお水飲んでるなーと思ったらお酒だもんね。そうですそうですそうです。本番中だろうが、本番中だろうが、なんだろうがね、はいはい、あれがでもやっぱアル中の怖いところでしたよね。そうですよね。だから怒られたら今度はなんかそのオロナミン C 的な瓶の中に入れて分かんなくしてね、飲むっていうね、チビ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 飲んでましたからね、やってましたからね。で奥さんのね、奥さんがいつも紙コップ片手にね、はい、うん、持ってて、な何かなと思って、お酒でも入ってんのかなって覗いたら、もう炭壺ね。そうですよね。何を持たしてんだって奥さんに、なんで炭壺持たしてんのよ。ベーベー吐くやつね、うん、喉が絡んじゃうからってね、はい、うん、いやすごい。あれだってダチョウ倶楽部さんも仲良くて、結構ね死にかけた時何回もあったから、うん、死にかけて危篤状態だっていうたびに病院駆けつけてね、うん、でもそのたびに復活復活でしたけど、やっぱりついにやっぱ早く亡くなっちゃいましたけども、うん、なんかもう後半はそんなにね、もう猪木って感じもなかったですよね。、まあ、そうですね、ガリガリすぎてね。確かにね、オリジナルのキャラでしたもんね、もうね。同級生ぐらいですか。いや年は、あでも年同じかもしれない。え、芸歴は上なんですよ、ハルさんの方が。あ、そう。はい。だから鶴田さんのお弟子さんですから。そうか、そうか。それこそもう、オールナイト富士でレギュラーやってましたから、あの人。そうか。そうですよ。結構昔は結構イケメンタレント、イケメン風の芸人だったんですよね。そうそうそう。結構モテたんですよね。で、なんかこう、なんかロックっぽい格好して、うん、漫談がこう、いいっていう感じの売りだったらしいんですけどね。なんか結構大変でしたね。なんか学園祭かなんかで、みんなが乱入して、学生が乱入してきて火つけられたりとかね。そうそうそう。また、ずーっとウイスキー飲んでるから、あれ燃えやすいんだろうね。いや、そんなことないよ。そんな燃えやすいんだろうね。大惨事の事件とかもありましたよね。ありました、結構。面白かった。結構、可愛がってもらったっていうほど可愛がってもらってないけど、結構いれば話しかけてきてくれたな、あの人ね。結構、たまに春一番が吹きますと、思い出しますけどもね、特に大した思い出がないからね。じゃあなんで言い出したんだよ。いやなんかでもなんか好きなんですよ ね、 あ、まあまあね、そうですね、うん、いやまあそんなこともありつつ、うん、なんかありましたか今週はね。何がありましたか今週ですか。うん、なんかやってないのかお前。
なんかやって、え何にもやってねえのかお前。特に。何もしねえな、お前はな。別に特にな、変わった。ああ、来てる来てる。メールが来てるから助かるわ。うん。そんなつなぎあるかい。先輩に対する急に話題振ってきて、なんかねえのかって言ってきて、なんかあったっけと思ったら、ねえだろどうせお前なんかなーっつってメール来たっていうつなぎあるかい。大橋巨船出雲を継ぐものとしてこれぐらい乱暴なやっぱりつなぎをやっていきますからね。確かに乱暴だわ。いつか免税店開いてやるからそっちの方でギフトショップ大丈夫ね。黒羊、はい、FM 群馬、プリズンブレイクのティーバックの吹き替えといえば、若本のりおさんじゃないですか。個人的にはドラゴンボールのセル、サザエさんのアナゴさん。今日はサンデー、若本ドリーマー楽しみです。そうね、滑らない話のあれね。あら、そうか、滑らない話っていうやつかね。いろいろな、いろいろやってらっしゃいますよね、本当にね。いや、面白いですよね、あの人ね。癖があるよね、あの人ね、本当にね。よくあれ、なんか台本もらって、うん、俺もなんかテッドとか吹き替えやってるからなんとなくわかるけど、はい、あんな感じでやるの勇気いるだろうなと最初に、ね、そんなだって台本のセリフにはそんな風に書いてないはずじゃないですか。そうですね。もね、はい、おい何やってんだ、はい、安田、それを、安田ちゃん、かわいこちゃんって吹き替える勇気ってすごいですよね。すごいですね、確かに、ね。アドリブの連続でしょ、だってあれ。連続だと思いますよね。いや、それやっぱプロ中のプロだなと思いますよね、ああいう人とかね。ミノさんの、チンプレイ、コープレイとかもそうですけどね。ああいうやっぱプロフェッショナルな人たちいるなぁとは思いつつ。で、安田はなんかお前、なんかないよ、プロらしい。プロ、これは俺がプロだぞ、みたいな話、お前なんか。プロなのの話？お前プロっぽい話ねえのか、なんか。プロっぽい？ねえか、バカ。セミプロだもんな。バカがよ。それでね。そんな繋ぎ方あるかだから大橋巨泉を目指すもの。大橋巨泉やってたそれ。そんな感じのこと。高みを目指してますから。そうなんですね。芸能界の頂点とか。頂点よ。大橋巨泉です。我々芸人が、みんなが目指すね、高い山といえば大橋巨泉。まあそう、それは確かにそうですよね。あんなすごい人いませんから。あ、プリズンブレイク見てる人がいるのかな。ラジオネーム、弟子の正彦。マイケルシコシコフィールドさん、質問です。なぜ脱獄するんですか。刑務所じゃねえ。自由にシコシコできないからだぜ。自由にシコシコしたいんだよ。かわいこちゃんを見ながらな。シコシコ。シコシコ。シコシコ見てちょうだい。私のシコシコ。見てよ。安田ちゃん、ほら。私のシコシコ見てちょうだいよ。相当上手だよね。練習してきた。だいぶ今本番中に急激に腕上げ てるよね。日テレのモノマネまだ枠あったかな。野心の塊。すごいですね。まだテレビ出ようとしてる。出たいモノマネで賞取りたい。まあそんな感じね。バレンタインのレポートを送ってほしいですけど、バレンタイン奥さんからもらったりとか。チョコレートじゃないですけど。ほら出たー。オープニングでバレンタインはチョコレートを渡すもんだと言ったおじさんが、奥さんからはチョコレートじゃないというゲスの極み。ゲスの極みじゃないですけど全然よく持ってったね。わーっとやってよく持ってったね、そこにね。さすがだね。いいから、ね、そういう人は売れるんだね、やっぱり、ね、もらったんだ、言えよ。いや、あのボーロです。手作りのボーロでアンパンマンの歯が悪いから、歯が悪いからね。子供と兼用だってことだよ。歯はしっかりしてんだよ。いくなスネイナイツドリーマーライブオンエア。
さあ、今夜のメールテーマはバレンタインレポート。はい。バレンタインデーのお話ね、いろいろ思い出聞かせてください。うん、ラジオネーム、ウンダス。錆びた釘を、黒豆を煮るときに使うと、綺麗に黒くなるから、チョコよりも釘が欲しいです。黒豆ペロペロしたいな。なんか言いますよね。うん。お漬物の時もなんかちょっと鉄の粉砕とか入れたらいいとかね。鉄の粉砕とかいいですね。だからそう、釘も捨てたもんじゃないじゃない。いや、まあそうですけどね。釘批判してたよ。いや、じゃあ釘だけ。あなた釘批判してたよ。いや、そんな取ってつけたよ。そんな取っ捕まえたみたいな感じで言わないでください。まあ、尖ってるからってことでね。もう釘の CM 来ないよ。いや、見たことがないですよ。釘の CM って、ね。あなたに釘を刺しますよみたいな。うるさいな。言うな、適当なこと。適当なことしか言ってねえじゃねえかよ。腹立つな。ラジオネーム、食べるサラダ。はいはい、バレンタインの思い出といえば、うん、中学生時代に好きなこと、塾の帰りに手作りチョコを渡されたのを思い出します。今年は昼にフリーで入った30分5000円のピンサロのピンサロ城からプレイ後に渡されたキットカットだけでした。十分です。ずいぶんお前も廃れたな。同級生からチョコもらってた人間が今やもうピンサロ城からのキットカットだってよ。いや、廃れたとは言えない ね、 ね、成長したのかもね、これね。そうかもしれないですよ。中学生がピンサロ城からなかなかキットカットもらえないからね。もらえません。そういう意味でちょっとあれか、うん、すまん。言い過ぎた、言い過ぎたな。これはちょっと言い過ぎた、言い過ぎた、悪いな。ラジオネームコアドラ、はい、FM 群馬。いや、いつも風俗応援してる立場の俺がなんか風俗嬢からもらったチョコレートが情けないなんて言って、今ちょっと俺恥ずかしかったわ。全面的に悪いわ、これは。おわ、本当に全面的に謝罪します。いや、それ反省しすぎですって、逆に。そこまで反省しなくてもいいって。大丈夫、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。じゃあクズ野郎だな。いや、それは言い過ぎだよ。逆に。ラジオネームコアドラ、はいはい、FM 群馬、はい、今年のバレンタインも例によってもらえなかったので、ついさっきまでバッティングセンターで10ゲームほど打っていました。現場からは以上です。バカかよ、帰れよ早く。バッティングセンターいるからもらえねえんだぞ。ほんで。ラジオネーム大学生クスミティ、FM 三重。有吉さん、今日はバレンタインデーですね。僕は近所のスーパーの前でコンタクトレンズの宣伝の服を着た可愛い女の子にキットカットをもらいました。モテ期かな、嬉しいな、アナルに入れておこうと。みんなキットカットもらって、ね、うまいんだ、キットカットが、ね、うまいですね、確かに。最初がないですね、うん、ラジオネームコンジローム小林、 FM 岩手。コンジローム小林はもういい加減コンジローム直せよ、本当に。で、コンジロームだからそういう名前にしてる。いや、知らねえけど、そうでしょうよ、だって。バレンタインということですが、僕はヘルニアのおかげで一日中ずーっと苦しんでました。いけねえだろ。ヘルニアも直せ、早く。病気だらけじゃねえか、お前。養生しろ、本当に。いや、バレンタインでね、うん、やっぱりこの、もらいますよね。やっぱり会社、うん、もう今日なんかでももらいましたし。うん、いろいろもらえますよね、チョコレートね。なんかやっぱ僕手作りは嫌だっていう、結構大っぴらに公言してるから、はい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 、結構なかなか手作り渡してくるしないから、みんなちゃんと市販の美味しいチョコレートくれてね、嬉しいですね、うんうん、とっても嬉しいです。あ、そうそう、はい、手作りはそれでいいですけどね。手作り、まあボーロよりはマシだけどな。さあ、それでは曲いきましょう。有吉さんがですね、今ハマってる曲、サザンオールスターでマンピーの G スポット。いいの、時からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしております。アシスタントはデンジャラス安田です。はい、続いてはですね、この1週間のニュースを有吉くんに、んな、有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではお前も覚えが悪いな。、はい、え、何ですか。
お前な、なんかやっぱマウント取りてえのか。いや、そんなことないですよ。有吉くん呼ばわりするな。書いてあるんですよ。有吉さんでいいだろ。いや、書いてあるんですよ、原稿に。書いてあるって言っても、それだって有吉さんでいいだろ。いや、だからそういうボケかなと思うじゃないの。いや、ボケじゃないから。そういうくだりかな。お前物覚え悪いって。いや、じゃあいいよ。じゃあ言い直しませんよ、もう。直しますよ。3にすればいいんでしょ、そうだよ、それ。そう、有吉、いつも通り有吉さんでいいんだ。いつもは呼んでねえわ。老眼鏡を外したりかけたり外したりかけたりするなや。失礼いたしました。それではずっとかけさせていただきます。それでは最初のニュースです。こちら、伊藤和恵25年間同じ車に乗り続ける。女優の伊藤和恵さんが24歳じゃあそうします。俺だけ、俺にだけ3つけてりゃいいんだよ。ルールがおかしくなってます。俺にだけ3つけてりゃいいんだバカ野郎。それではいきましょう。女優の伊藤和恵が24歳の時に初代シーバーを購入して以来25年間乗り続けていることが分かりました、うん、走行距離はなんと25万キロ超えで地球を6周したことになります。すごいね。走行10万キロの時にエンジンを乗せ替え、エアサスを2回変えたそうです。伊藤は一生乗り続けると語っています。燃費は待ち乗りでリッター3、4キロリッター3、4キロって言ったら相当悪いよね。相当の悪い。めちゃめちゃ昔のアメ車みたいな感じでしょ、うん、もう小銭ばらまいて乗ってるようなもんでしょ、うん、それ確かにそうですね。いや、すごい車だね。25年間って相当好きなんだね、この車がね。うん、よっぽど好きな人はこんなことやるよね。エンジン乗せ替えたりね。まあそうなんでしょうね。出川さんとかも初めて買ったポルシェね、もうエンジン破れてオイル漏れたりしてるのにまだ直して乗ったりとかしてますからね、うん、一生乗るっつってたよ出川さんも。あのポルシェ、ポルシェ、好きな人は好きなんだよな、うん、普通なんかいろいろあるね。車検来たらもう乗り換えようかなとかね、うんうん、何年もう10万キロいったら乗り換えようかなとか、うん、エンジン壊れたらさすがにもう乗り換えますけどね普通ね。まあそうですよね。それでも乗せ替えて、うん、なんかホリプロの人ってこういうなんか面白おばさん多いよね。井森さんとかも。確かにそうですね。井森さんとか伊藤和恵さんとか、ベテランの人ってやっぱどんどん面白くなっていきますよね。確かにそうですね。何かしらの逸話が出てくる。逸話がやっぱありますよね。25年間それもシーマに乗ってるってすごいよね。なんかそれこそ昔の、はい、アメ車ですとかね、なんかそうね、そんな、うん、人気の旧車とかだったら分かりますけどね。シーマですからね。シーマ全然人気ないですからね。シーマ今見ないよね。見ないです、ね。シーマ売ってんのかな。いや、新しいの売ってないよね多分ね。あんま聞かないですね。ですね。まあでもかっこいいな、かっこいいけどな。すごいね。はい、分かりました。ありがとうございます。伊藤さんすいませんね、安田さんがなんか継承略みたいな伊藤和恵呼ばわりしてすいませんでした。そうですよ、もう大先輩ですからね。さあ続いてのニュースいって大丈夫ですか、うん、いきましょうか。さあいっちゃいますか、続いてはこのニュースです。上野のパンダ今期の繁殖断念、うん、後輩の準備を進めていたジャイアントパンダについて今期の繁殖を断念したと上野動物園が発表しました。メスのシンシンの排卵が終わったとみられ、うん、オスのリーリーと交尾して妊娠する可能性がなくなったためだそうですと。いや、これね、ちょっともうあんまり言わない方がいいよね、これね。あんまりその人の性事情を、人じゃないんですけど、まあ、パンダのね、パンダがセックスした、はい、セックスしそうだとか、ちょっとなんか、まあ、そうですね、確かに今日安全日よーっつって言う。怖いな、そんな言われたらパンダだって嫌だよ絶対。シンシンからリーリーに。うーん、濃い写真だね、やっぱ上からかぶさってる写真。そうね、パンダのね、こう。パンダやっぱ可愛いから、こういう生々しい情報あんまり入れてほしくないね、俺としては。好きだしね。パンダが好きな立場としてはね。はいはいはい、まあいいでしょう、ブレイクしましょう。Stay Night Dreamer Live on air。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer. じゃあ引き続きニュースチラッと。はい、行きましょう。続いてのニュースはこちら。25年間砂を食べ続ける男。
25年間砂を食べ続けているインド北部出身の男性がいるそうです。自称サンドマンは砂や砂利、レンガなどを食べ続けており、そういうのを食べるのが大好きなんです。特に私に害を及ぼしているとも思いません。私の意見としては、砂に含まれているミネラルがエネルギーを与えてくれている気がするんですと語っています。こういう目立ちたがり屋のことはもう無視さあ、以上でございました。続いてはあんなこと言ってましたリターン、はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。参りましょう、はい、ラジオネームペケミニ。有吉さん、とろける田中邦衛ことシルベスタスタローンの腰抜けがジョン・レノンの髪の毛が出品されるなどして話題のヘリテージオークションズにアイルトン・セナのヘルメットを出品してこんなことを言っていました。何年も前のことだが、俺とアイルトンはよく電話で話してたんだ。その時彼はよくこんなことを言ってたよ。僕は君が出演してる映画が大好きなんだ。もし僕自身の人生を映画化することになったら君に演じてほしいんだってね。そして彼はこうも言った。僕のヘルメットのカラーリングを見てほしい。僕のヘルメットは黄色と黒で、そう、まるでロッキーのようなカラーなんだ。そして送られてきたのがこのヘルメットなんだよ。てめえ、冗談はな、お前が出てるクソ映画だけにしとけ、この腐れ大根役者。いいか、セナのヘルメットはな、黄色と緑のブラジリアンカラー。ロッキーのトランクスは、赤と白のストライプの正常期カラーだろうが。1ミリも似てねえんだ、ハゲ。死人に口なしで三味線弾いてやがるとな、マジでやっちまうぞ、この野郎。ラジーショー常連の三文芝居の三流役者が音速の貴公子演じようなんてな、器じゃねえんだよ。お前みたいなもんはな、三股又蔵の半生を描いた作品に出てな、血尿垂れ流すほどの大赤字出して、のた打ち回ってろ。ひどいわれようだよ。こんなスタッフも嫌われてんだよ。最低ですね。あげときますか。パン。ラジオネームあれグリードでしたっけ。クリード、クリード、はい、クリードファンからしたらちょっと嫌でしょ、あんなにスタローンが言われる。いや、あんな言われようは嫌ですけど、でもセナのことをなんとかって言ってたのは言われて当然だと思います。演じられるわけがない。いい加減なことばっかり。ラジオネーム三平。アリエさん、元タクシー強盗前園正清さんが、強盗じゃないんですよ。違いますよ。ちょっと酔って暴行になっちゃったんですけどね。あれさ、元タクシー強盗前園正清さんが、日本酒入りのキットカット、キットカット日本酒という商品の発売記念イベントに、親友の中田ホームレス秀俊さんと共に出席をし、こんなことを言ってやがりました。あ、日本酒の香りする。日本酒が 0.8% 入ってるから僕は食べられません。食べたくてもダメなんです。じゃあ帰れ。日本酒の香りがするんじゃねえんだよバカ野郎。商品名見りゃ大体想像つくだろ。酒も飲めねえガングロのチャラ男が出る幕ねえんだよ。ヒデだかビデだか知らねえけどな、無意味におしゃれしてるモアイ空の旅人連れてな、タクシーで実家帰って土手でな、ラオ食って寝ろ。どうしたんだよお前ら。ひどいことばっかり。ひどいですよ。あげときますよ。あげんのかい。パン。ラジオネーム起きてるし。アリさん、ペンはチンコよりも硬しこと自称ジャーナリストの山地徹が、自民党国会議員の不倫騒動についてこんなことを言っていました。不倫というより浮気かな。一時の欲求を満たすだけでそこに愛はなかっただろうから、すみません浮気しましたと謝るのが正しいかと。は？美代子と邦子のおばさん二人もてあそんでな、世間様の失笑を爆買いしたお前がどの面下げて言ってんだ。お前とおばさんの間に愛があったかなんてクソどうでもいいしな、50過ぎにもなって愛だの恋だの垂れ流してるもやし野郎がな、ジャーナリズムなんて語ったら畜産にぶん殴られるぞ。おばさんの父も見ながら愛を語ってる暇あったらな、戦場の一つでも言ってラブ&ピース叫んどこい、このタコ。どうしたんだよ今日。荒れてますね。荒れてるなあ。あげとくか。あげるんだね。荒れるとあげるんだ。
上げるたびに辻君の顔が歪んでいくという。そうですね。総量考えてみたらあいつよ。ただじゃねえんだぞ、ステッカー送んのね。そんなレジオ番組あるかよ。ラジオネーム、満腹亭稲荷。性的魅力に溢れた高島、ごめんなさい。性的魅力に溢れた高島ちさ子さんがコラムにて自身の厳しい教育を語ってやがりました。コラムによると、高島の家では子供が平日にゲームすることを禁止しており、週末宿題が終わって時間が余ったらゲームをしてよいというルールにしていたにもかかわらず、金曜の夜に長男がゲームをしているところを発見。怒った高島はゲーム機を手でバキバキ折ったという。また次男もその日はチェロの練習をしていなかったため次男の分もへし折って壊したとのこと。そして自分で働いたお金で買ったゲーム機を自分で壊す気持ち、あなたにわかるの？あなたはゲームが一生できないことを嘆くよりママからもう二度と信用されないということを心配しなさいと二人に怒ったそうです。わかるやられて俺も高島さんにボランティアしてないのにオナにしちゃってポコチンへし折られたいよ、罵声と唾を吐きかけられたいよ。でも小さい頃からこんな教育されたら将来並大抵のサディスティックでは興奮を得られない大人になっちゃうだろうな。子供の頃からいい思いしちゃうともったいないぜ息子たち。そうだ、おじさんと立場入れ替わらない？童貞法系ニートってところは同じだから条件面問題ないよな。ゲームも買ってやるからさ、よろしく頼むな。まあね、そうか、俺も高島ちさ子さんのこと好きやからな。まいっちゃうんだよな、わかるんだよな。でも今わかるのコーナーじゃないですから。違いますよね、越境、越境わかるやめてください。ラジオネーム三平。有吉さん、エキサイティングチンパンジーこと市原隼人くんが主演映画ホテルコパンの舞台挨拶で自分の役柄について例のごとくごちゃごちゃ言ってやがりました。今回はちょっと闇を抱えた人間なので何かを喋るにしても相手に話すのではなく相手に届く前に自分の中で解釈してしまうようなトーンが出ればいいなと。食事中に嘔吐するシーンは台本には食事がなかなか進まないくらいしか書いてなかったんですけど、自分の中では精神的に全部受け入れられない状態で嘔吐してしまう、そういう感情を作りたくて食事も制限しました。あ、何言ってんだお前バカ、説明下手。あまり賢くないんだから手短にまとめろ。僕はバナナが好きだからすごく頑張りました。これだけで十分だろ。今度意味わかんないこと抜かしやがったらな、デーブ・スペクターが書いた僕はこうして日本語を覚えたっていうクソみたいな単行本送りつけてやるからな。ラジオネーム起きてる牛。アリスさん、山本浩二のクソ野郎に騙されている堀北真希ちゃんがスポーツ新聞のインタビューで小さい頃の夢はと聞かれ、可愛らしいお口からこんな言葉を発していました。体育の先生とかインストラクターとか一番憧れていたのはライフセーバーなんです。まっちゃん、僕は死ぬよ。いや、死ぬ覚悟で10年ぶりに海に入ろうと思う。沖の方で溺れている中肉中背のおじさんが僕だよ。見つけたらピチピチのウェットスーツ姿で助けに来てよね。多分息はしてないから人工呼吸もお願い。そして君の小さな手で僕の心臓を何度も何度も押してほしい。そして万が一生き返ることができたらストーカーの山本浩二なんかと別れて僕と再婚しよう。じゃあ九十九里浜で待ってるね。約束だよ。気持ち悪い。ストーカーですよ、本当に。必要につきまとわれるからな、注意してください、堀北さんね、本当に。レジ4年、どうしようかな。あ、まだ時間、今日はたっぷりあります。あの、砂を食うおじさんのニュースを短くしてしまったので。あ、そうですね、手短になっちゃったんですよ。いっぱい読めますからね、いいですけどね。ね、ラジオネーム、ダマシアス化身。おはようございます。昨晩、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。有吉さん、どこでもしっかり滑りまくる、織田信成の野郎が、ブログに、お前、織田信長の祖先だぞ。子孫か。
アリさん、どこでもしっかり滑りまくる織田信成の野郎がブログにこんなことを書いてやがりました。おはようございます。昨晩咳がやっぱり心配で夜中に救急病院に行ってきました。結果は軽い気管支炎でした。肺のレントゲンも取ってもらって他に異常は見られなかったのですが、無理は禁物。病院は早く行くべきですね。皆さんアドバイスありがとうございました。家に帰ってからお茶漬けがどうしても食べたくて嫁に作ってもらいました。行ったらすぐに作ってくれる優しい嫁でした。バカ殿かよ。お茶漬けぐらい自分で作れ猿うつけ。お前夜中の病院にはどうやって行ったんだ。まさかまたやってねえな。反省したんだもんな。お得意の泣き芸で謝罪会見してたもんな。いや俺も疑いたくて疑ってんじゃねえぞ。だけどな、ほらお茶漬けって酒を飲んだ後に食べたくなるじゃない。だからこいつまたやってんのかなと思ってな。俺は信じてるぞ。お前のせいで信長のイメージだいぶ落ちたけど人間性だけ信じてるからな。厳しい。本当に忘れませんね、本当。なかなか忘れません。飲酒運転ね、飲酒運転絶対やめてくださいね、本当にね、皆さんね。どうしようかな。どれにしようか。読んでない人にしようか。じゃあ、ラジオネームミスタータタ、うん。有吉さん、僕は元旦から始めたオナキン生活成功のお祝いとして、先週2月1日月曜日にデリヘルを呼ぼうとしました。デリヘル専門のウェブサイトを見ながらどこにしようかなとウキウキしながら検索をしていたのですが、平日にもかかわらず人気店は予約完売だらけ、全く予約ができません。風俗業界が賑わうことはいいことだと思っていたのですが、よくよく考えるとこの日からプロ野球球団のキャンプが始まっていたのです。僕はこの日予約できないから仕方がないとは言え、自身の苦労をねぎらうことができなかったことを悔やみ、泣きながら1ヶ月ぶりの G 行為にて射精をしました。しかし射精後はふつふつと野球選手への怒りがこみ上げてきて、どうしてもこの怒りを抑えることができないので、明日からプロ野球のキャンプに足を運び、あ、宮崎のキャバ嬢に寝顔の写真撮られた坂本キャプテンが打撃練習してる、あ、不倫と乱交スキャンダルの高橋監督が指示出してるとネチネチ言い回って、野球選手が宮崎の地を踏めないようにしてやろうと思います。次完売なんてさせやがったらな、キャンプ地で文春とフライデーの記事ばらまいてやるから覚悟しとけよ。どういうことなんだよ。以上です。スネイナイトドリーマーライブOn air. さあ、有吉弘行さんでナイトドリーム、もう1時間経過でございますけれども、はい、メール来ております。ラジオネーム、和製ベルガー、うん、FM、FM 三重。有吉さん、日産のシーマですが、今でも販売してますよ。現在のシーマは、伊藤和恵さんの乗ってる初代から数えて5代目、ハイブリッド車のみの販売。お値段は約900万円ぐらいから。有吉さんもそろそろ。オデッセイから乗り換えを検討してもらって、ああ、シーマ出てるんですね。まあ高級車ですね、だからね、やっぱりね、超高級車ですよね。なんか僕らが高校生ぐらいの時にちょうどやっぱりちょっとまあ広島のヤンキー文化ですから、基本的にはだからやっぱシーマ乗りたいなとかね、ああそうなんだ、結構ありましたよその時ね。憧れでしたけどもね、まだ売ってるんですよね、ハイブリッドのシーマってすごいですね。なるほどね。もう今からでもヤンキーでもヤクザのヤクザだろうが、うん、ハイブリッド乗っていくんでしょうね、みんなね。まあそうなんですね。すごいよね。暴走族がハイブリッド車ってすごいですよね。地球にだけは優しいってことでしょ。ね、でも、このまま行くと全部電気自動車とかになると、暴走族とかも、うん、ぐらいですよね。そうですね。もう、ワンワンとは言えないですよね、バイクとかもね。言わないですからね。静かどうなんですか、ラジカセぐらいかけるんですかね。考えて。音だけかけるのかもしれないですけどね。ね、なるほどね、うん、ということでね、さあ、はい、まだいろいろありますけども、はい、ラジオネームね、F 子 F 次郎、安田安田さんね、お前嘘つくなよ。何を、ボーロってどういうことだお前、何が悲しくてバレンタインにボーロ食わなきゃいけねえんだよ。お前安田嘘つくなよ。安田さんだよ。でボーロでジャンパンマンの絵を描いたボーロをオーブンで焼いて、うん、で子供にもあげたんですよ、うんうん、
ね、うち男の子がいるから、うん、でそれで俺もくれたっていうことですよ。お前歯が悪いからだろ。いや俺関係ねえだから歯が悪くねえんだ、歯健康なんだよ歯だけな、歯だけって言うんじゃねえよあ健康だよさあということでね、はい、来週、来週じゃない、あさって火曜日、はい、火曜日グラミー賞です。興味ないでしょ興味ありました。今年誰が取るのか気になってますけど、候補誰なんですか。だって今こう、そりゃ大体マライアキャリーでしょうよ。マライアキャリーなんですか。いや、僕は何も知らない。The first and favorite, and the pain of feeling. まだそれで今、終わりでありよしと。安田でした。この後もいけるかな、引き続き。2016年2月14日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはデンジラス安田です。シーン入れる必要ないだろ入れる必要ないよそんなの。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けをしておりますサンデーナイトドリーマーでございます。はい、先ほど JFN ニュースでおなじみの渡名喜さんからチョコレートいただきました、うん、あ素晴らしい、ありがとうございます、最高ですね、あんな美人の方からチョコレートいただけるなんて、うん、そうですね本当。あとはもう山川から、あれね、わかめでもちょっと茹でたやつでもいただこうかしらそんなことする人なんですか。青森の方ですか。あそうなんですか。そういう豆ぶ汁的なね感じのやつも、わかめ炒めたやつもいただければこのバレンタインではもうパーフェクトです。パーフェクトですけどだそうですよすいませんじゃねえんだよそういえばね、うん、いつもね聞いてくれているクソヒゲゴリラがねこういう言い方するとひどい言い方になるけどね。まあ他のこのラジオの関係者以外が聞くとひどいような言い方になりますけども、はい、クソヒゲゴリラことね、はい、愛称ですけどもね、はい、愛称クソヒゲゴリラこと、はい、ラグビー日本代表の畠山選手がですね、はい、イングランドのプレミアシップデビューしたんですって。おーチームはニューカッスルっていうなんかもうピンサロみたいな名前を喜んでますよ多分喜んでますよ本人が喜んでますよチームでデビューしたという、はい、すごいですよ ね本場イングランドでもう今もうプレーしてるわけですから、ね、すごいですね本当ね、ぐらいなんですけどね見てねえし見てねえしでもいつもまああの一もそうですね。だからまあこのラジオ聞いてくれてるゲスナーの中では一番ガタイがいいんじゃないですかそうかもしれないね、一番ガタイがいいからねちょいちょい、見てしまいますけど、ニューカッスルというピンサロだね、カッスルピンサロじゃないですよ、チームですチームです初のプレーをしたというかうまいこと言っちゃっていいじゃないですか、ますますの活躍をという感じでございますけどもね、はい、今夜のメールテーマはバレンタインレポートということで、皆さんのバレンタインデーの思い出とかね、今年どうだったのとか、今年ダメだったけど来年こうしたいなとか、いろいろ教えていただければいいなと思っておりますし、今日まあ全てのメールとかハガキ、ネタのメールとかの中から一番印象深かったものに、若槻大先生、若槻千夏大先生がくださりました、マグカップを差し上げますので、はい、ぜひぜひまだ間に合いますよ、あと1時間ありますからね、はい、いろいろくださいよ、はいはい、メールはですね、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、www.jfn.jp/dreamer、うん、www.jfn.jp/dreamer です。dreamer ね。ちょっとあの辺、なんかまごまご、なんか、こなれてきたのかちょっと聞き取りにくいな。あ、そうですか。うん。そうですか。すいませんでした。もう一回やってみろよ。わかりました。www.w じゃダブルって言えば、w って言っちゃうと、U に聞こえちゃうから。あ、そうですか。www.jfn.jp www.
www.jf.com はい鬼軍曹鬼軍曹www.jfl.jp/dreamer、うん、www.jfl.jp/dreamer です。もう一回聞かせようか。www.jfl.jp/dreamer ペロペロしたいぜ。癖が強いな。それやりたいからのこの鬼軍曹きっちり指導してからの自分のやりたい放題という最低の MC でこれが大橋巨泉これが大橋巨泉いつもだバカ野郎何やってんだ平ちゃんおい石坂おい大倉バカ何やってんだたけし全員呼び捨てっていうね全員呼び捨ていいですね確かにね なんかあったっけないつなんか特にないんだよななんか同じような暮らしだ本当にあそうなんですただまあ先週もう放送は終わったんですけど先週のこの生放送が終わって、はい、ロンハー緊急ロンハーロンドンハーツだっつって、はい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 、カノの彼女、はい、が出てきて加藤サリーでしたっけ、はい、名前を言ってはいけないあの人が出てきてあ名前を言ってはいけないんですか名前言っていいでしょ名前を言ってはいけないこのラジオでも名前を言ってはいけないあの人とのあの人が出てきてびっくりしましたけどねねえなんか今日だってサンジャポもとか出てたねらしいですね、うん、いろいろまだまだなんか話題が尽きない感じですけどうんなんか上沼さんの方にはあの狩野英孝が出たりとかね生放送が出てたりとかサンジャポには女性の方名前を言って受けにあるいいんじゃないですかこいつ言ったまあなんかすごいねたくましいというかさ、はい、あどっちもたくましいねあそうですか感想としては2人ともたくましいよねただまあまあそうね、うん、俺がまあ言いたいのは、うん、俺は絡みたくないね俺は絡みたくないStay Night Dreamer Live On AirSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer さあ、今夜のメールテーマバレンタインレポートでございますね。はい、ラジオネームスカトロベリー中野。あ、さっきそれよりちょっとあまあいいやこれ読もう一回ね、はいはい、FM 福岡ね、うん、バレンタインデーの思い出は、うん、母親からチョコレートをもらって食べたら鼻血が出てきたのでティッシュで鼻血を止めた後そのティッシュを外に捨ててたら血の匂いにイタチが寄ってきてうちのチャボが食べ尽くされたすげえ思い出ね次の日食べられたチャボの残骸を見た時はいたたまらない気持ちすごい、すごい面白い、すごいね住所書いてないからあれだけどでも面白いねこれは相当面白かったすごいあとさっきちょっといじったら反論というかちょっとあったラジオネームコンジロンフ小林コンジローム直せよっつって言ったんですけど、はいはいはい、コンジロームを直せということですが、はい、僕も液体窒素を使って治療して今は綺麗なおちんちんですそうなんですか有吉さんのおちんちんのイボの調子はどうですか私ももうちょっとで塞がりますから完全復活間近でございます、そんなところでございますね、うん、あともうバレンタインねラジオのゆうちゃんね FM サインこんばんは、今日初めてこの番組今日初めて聞いたのいるんですねやっぱり、ね、いるよねそれはねいるんでしょうね今日初めてこの番組聞きました、うん、バレンタインレポートということですが明日友達が好きな後輩の男の子に告白します、うん、手作りのお菓子と一緒にお手紙入れて渡すようです、うん、どうかこの恋が叶いますように嘘つけおい
そんなわけねえだろ。こんなお前前半からシコ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 とか言ってるラジオにな、こんなメール送ってくるなんてどうかしてるぜ。どうかしてるぜ。人のギャグちょいちょい入れますけどね。いいですね、うん、学生時代モテたもんですよ私結構。ああそうですか、もらいました。よく校舎の裏とかね、ちょっと人気のないところにすぐ呼ばれて、有吉さんちょっといいですかみたいに言われて、うん、よくもらいましたよ。よく呼ばれて、だからバレンタインデーの日はもうちょっともう気をつけてましたよ。な、呼ばれない、あんまり声かけられないように。あ、そうですか、もう結構あの硬派でしたから、もうこんなも高い爪襟着てね、長襦着て下駄履いてましたから。そんな感じでしたっけ。あんまりねちょっとあれだったけど、結構ブスからもらったな。めちゃめちゃブスじゃんって言ったことある。皆さんちょっと後輩が話あるみたいなんですけど、はいはいはい、あ、はい、はい、その子は可愛いからちょっと、はいはいはい、とことこ、はいはい、先輩ーすげえブスじゃねえかよ。言ったことあるな。言ったことあんの。ある。言っちゃダメだってそれ。傷ついちゃうんだから。うるせえブス、俺に言ったの。なんで俺に言うんだよ。ブスだよ、あなたの。ブスじゃねえよ。ブスじゃねえかよ。どこがよ。顔だよ。あ、ほんとだ。ほんとだって。古典的なんだよ。ラジオネーム SLOFM 長野。今年のバレンタインデーですが、実は数日前から友達の元カノさんと連絡を取り合い、3月に2人で遊ぶ約束、本日取り付けました。ゲスナーのみんな、すまない。来月一足先に19年間守った童貞の方を捨てさせていただきます。アリさん今までありがとうございました。いや19年間守ってきたんだもんな。俺別に童貞じゃねえし、俺にもすいませんみたいな感じ、お先ですみたいな感じで、俺はそうじゃねえから。俺はおちんちにできた大きなイボをうまく利用するぐらいそやってるから。めちゃめちゃやってるから。そんなに必死に言わなくても大丈夫ですよ。必死になるとめちゃめちゃやってるから。そうですか、何を言おうとしたんだっけ。そう、元カノさん、あ、そうだ、この前、まあいいや、これはまた今度しようと。今度する？また今度ちょっと情報を、もっと正確な情報をちょっといろいろ集めてから、ちょっとこのラジオでお話します。ああ、わかりました、わかりました。はい。はい、なんか私が知ってる、なんか私がちょっと知り合いの女性と、うん、なんかちょっとうちの後輩の芸人さんが付き合ってたりとかするみたいで。あ、それちょっと、ちょっとそれちょっと今っとあのまあちょっとまあヘビと名乗るね男がいるんですけど。西織でしょ。ヘビと名乗る男からちょっと情報がいろいろ入ってきてたんで、またあの正確なあの情報が入ってきたらちょっとまあヘビさんを交えてちょっとお話して。ああ、そうですね、あの人上手ですから、さあ続いてコーナー行きましょう。はい、有吉のそれわかる、はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるかわからないで判定していきます。はい、ラジオネームタイガーアッパーカット。ゴルフ場へ忍び込んだ俺は全裸であることがバレないようにバンカーの中に忍び込む。イ・ボミ選手が日韓的な体から見事なスイングでティーショットを放つも、あいにくバンカーへ。待ってましたとばかりに俺はボールと勃起したチンコの先端をすり替える。近づく足音、息を殺して見守るギャラリー、止めどなく溢れる我慢汁、硬直した空気とチンコを切り裂くスイング音、遠のく意識の中かすかに聞こえたカランコロン、小気味よいカップの音を確認できたかできなかったかは定かではないが、ゴルフ史に残るチンプレーとして歴史に名を刻みたい。うるせえんだよ最後。うるせえな。最後うるせえんだよ。ボールと勃起したチンコの先端すり替えるってなんだ。あげときます。パン。ラジオネームおまっとさんでした。山村もみじさんの急な訪問に焦った私はバリカンで陰毛を刈り取り、それを急須に入れて熱湯を注ぎ、陰毛茶を作ってお出しした。もみじさんは躊躇なく茶をすすったのだが、眉間にシワを寄せ、このお茶出がらしとちゃいますかと指摘。私は毅然とした態度で、この茶には摘み取ったばかりの
新芽を使うてありますと言って青々とした股間を見せたら、もみじさんはクスクスと笑い出し、冗談や、ちょいとからかいたくなったんや、うまいお茶飲ませてもろたわ、おきに、お褒めの言葉頂戴したい。わかりませんよこんなの。全然わかりませんよこんなのは。山村もみじさんっていう段階でもうこっちは眉間にシワが寄ってるんですから、そっからわかるにはなかなかいかないよこれ。もう陰謀でお茶作ってる。ラジオネームおマットさんでした。タオルを肩にかけ陰部を露出した状態でレンタルビデオ屋の18禁コーナーののれんをくぐったところ、浜田ブリトニーが鬼パコリてーと言いながら AV を選んでいました。憤慨した私は、ここは各々の趣味は違えど同じ高みを目指す紳士たちが集う場所なのです、故に君のような礼節をわきまえぬ無礼者には退場していただきたい、毅然とした態度で言ったら、浜田ブリトニーがこいつなんかカッコつけてっけどポコチン丸出しなんですけど笑われながら言われたい。わかりませんって。2枚連続わかりません、続いてるぞお前本当に。いかにしろおマットさんでした。わかるーが言えないわ。全然エロいの来ねえから。ラジオネームブラザーフットオブスティール。俺が人里離れた竹やぶでひっそりチンゲを抜いていると背後でガサガサッという音とともに探偵の片平渚さんと手下の六角聖司が現れる。渚さんは、ちょっとあなたここで何してるの、昨日この辺りで殺人事件が起きたのよという。続けて六角が、現場にはチンゲが落ちていてな、お前のチンゲも鑑識に回すからな、と脅す。黙っていられない俺は返す刀で、適当なこと言いやがって、こんな人気のない竹やぶに来るなんて、ははん、さてお前らが犯人だな、おい、とナイスな返答。すると六角が、ははは、残念だったな、片平さんも俺も見事なパイパンだ、じきに警察が来るからな、動くなよと言われるが、それよりも日本のパイパン事情の欧米化に今はただ異を唱えたい。何言ってんのマジで。俺を怒らせるコーナーじゃないから。何言ってんののコーナーじゃないからね。全然わかんないですもんね、うん、俺が興奮してわかるーこうされたいっていうコーナーですからね。ね、全然わかってない、聞いてないのかなお前ら。本当によ。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。深田恭子さんの着替えをバレずに覗きたいと思った俺は、とにかく強い未練を残してとりあえず死んだ。終わっちゃうんだよ、そしたらもう。未練により成仏できず霊体となった俺は、そっから続くの、深田恭子さんの後をつけ、なんとか家にバレずに侵入成功。深田恭子さんが家に戻り、ついに着替えをフル勃起しながら息を飲んで待つ。上着を脱ぐ、もう一枚脱いだらブラ、もう一枚脱いだらブラ。そんな時俺はあることに気がつく。カーテン開けっぱなしで外から丸見えじゃねえか。俺は見るのをやめ、やれやれ女なんだから気をつけろよとカーテンを閉めながら、生まれて初めての彼氏面、人のためになることをした瞬間、体が天へと昇る。勃起状態のまま成仏した。あのね、あなたね、地獄に落ちるわよ。ちょっとわかるけど、わかるんだ。うん、ちょっとわかるけど、あげとこう。パン、いいでしょ。ラジオネームおマットさんでした。3度目の3度目の正直今度は大丈夫でしょう。長澤まさみちゃんがいいですよ、うん、長澤まさみちゃんが、私のセーターあげる、好きに使いな、と言った。早速俺はセーターをバターでソテーし、仕上げに醤油で味付けして美味しくいただいていたら、まさみちゃんが、
せっかく私の体臭がついたセーターバターソテーにするなんてお前バカか。そのまま食べて素材本来の味楽しめよ。ぶち切れながらチンコを昆布で締められ旨味を増幅したい。わかるー。出ましたね。でできるじゃねえか。まさかのできるじゃねえか。まさかのでしたね。できるんだからやれよちゃんと。なんだよバターソテー。セーターバターソテー。もっとやっぱり煮出してね。セーターを昆布のようにしないと。出汁だから。えそこですか。一旦ブレイクします。Day Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。さあ東京ハンドボール JFN スタジオから生放送でお届けをしております、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。ちょっとメールいろいろいただいております。はい、ラジオネームタクヨシロ FM 長野。有吉さん、トナキさんのチョコについて質問です。チョコの中にトナキさんの芋入ってましたか。はい、これイエローです。はい、タクヨシロさん、これイエローカードを出します。はい、あと1枚でレッドですね。はい、あの揚げたもの全て没収となりますよ。はい、タクヨシロさんイエローカードです。ラジオネームラッピング理論。はい、宮崎、うん、宮崎のプロ野球キャンプについてですが、うん、選手のスキャンダルを掘り返すのやめてください。プロ野球春季キャンプは宮崎県が年に一度日本から唯一注目をされるイベントです。うん、風俗店含め、うん、近隣施設の経済効果は大きいものがあります。春のキャンプが来ないとなると島民から冷めた宮崎県民は食料を得ることができず餓死してしまいます。どうか宮崎県民を生かしてあげてください。いいとこじゃないか本当に。どげんかせんといきませんね。どげんかせんといかんないから本当に。離婚します。東さんって、はい、今政治家じゃないんでしょ。だ多分違うと思いますよね。うん、どう接していいか分かんないんだよねいつも。あ、政治家だったらなんとなく、あ、どうも、はい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 、政治家じゃないっていうことは芸人の先輩ってこと。どうなんでしょうね。でもそのまんま東で名乗ってないでしょ。あ、そうか、東国原さんで出てるのか。で出てるから元知事とかそういうことなの。元知事、元芸人とか。元芸人でいいの。難しいんだよね、なんか。まあ、そうですね、確かにね。うん、いや別に普通にいじってんだけど。なんかどうなんだろうなと思うよね。探り探りやってるっていう。ラジオの黒羊、うん、FM 群馬。有吉さん、マラウィの重犯罪者約2000人を収容する刑務所で、うん、ごめんなさい、刑務所に服役をする囚人たちがレコーディングしたアルバムが第58回グラミー賞を最優秀ワールドミュージックアルバムにノミネートをされ話題になっています。ゾンバプリズンプロジェクトのアルバム I have no everything here、 私はここでは何も持っていない。曲はすべて囚人たちのオリジナルで I kill no more、 もう人は殺さない、 Last wishes、 最後の願いなど非常に個人的なテーマを歌う囚人たちの思いが時には明るく時には切なく伝わってくるとのこと。ゲスナーのみんな、俺たちみたいな日本の下水に住む童貞無職でもバンドを組めばグラミー賞狙えるかもしれないぞ。みんなバンドやろうぜ。うるせえんだよ。ほんと、チンチンいじってるだけで、お前曲、楽器も何にも弾けねえだろ、お前。これにしろ、ほんとに。いいかもね、でもね。面白いですね、すごいですね。ねえ、そうですね。We are the world みたいなもんですかね。うん。ラジオネームメガネかけき FMC が。学生的には明日が勝負です。そうか、日曜日だからね、バレンタインがね。朝は下駄箱、机の中を確認し、放課後はいつも風のように帰りますが、明日は下校時刻まで粘ろうと思います。チョコレートでカバンいっぱいにするぞ。そんなやつはもらえないんだよ。曲。はい、じゃあ行きましょう。現在来日公演中のですね、マドンナさんが、昨日2時間遅れで始まったそうですけれども、最終日の今日は無事にスタートできているんでしょうか。マドンナでマテリアルガール。
message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ、東京半蔵も JFN スタジオから有吉弘行とデンジラス安田がお届けしております。続いては話したくない。はい、いいですか。はい、話したくない。まだこの後続いてるんですね。このもうこれ早く終わらしたいんですいやいやいや、そのいいですよ、続けて。安田さんいるから女子のコーナーやれよかったね。ああ、なんか、ね、女子の気持ちまだ分かってねえだろ。だっていやでもだいぶ分かってますけど大丈夫ですよ、うん、なんてあれやんないと。俺あのコーナー好きなんだラジオネーム夜嫌いの夜行性。はい、石坂浩二さん、セックスもずっと無言って本当ですか。出したくはない。石坂浩二さんセックスの時喋るかな。喋りそうよね。喋りそうですね。ああ、やっぱここを攻めると女性っていうのは思わず声が出ちゃうんだよね。うん、そう、なんかあのオランダの蘭学の本に書いてあったの見たことあるな。このおへそいじると、そうだろ、そこがね、そう痒くなるんだよな。わかるわかる。どこで知識入れてんだっていう。こんな時までいいですよって言われる感じ。あ、これ、あら、こんなに出ちゃうのか、すごいね。こんなに出るのちょっと初めて見たな。ラジオネーム、熱海のたこ焼きマントマン。吹越充さん、腰を抜かしながら怯えてますけど、それデンデンさんじゃなくて干からびたサボテンですよ。出したくはない。怖いからね。確かにサボテン見たのかもしれないな。また見ちゃって、もうあの、ラジオでここでデンデンさんのことで散々言っててさ、またちょっと気になったからまた、プリズムブレイクの合間にまた見ちゃったよ。冷たい冷たいですか。冷たい冷たい。脱げって言ったところ。ばっか、そこばっかみたいな。あ、そこだけね。絶品じゃなくて、ね。笑っちゃうから。あれ見て笑っちゃうって。チンコ立てながら笑っちゃうって。どういう感情それどういう感情勃起しながら笑えるって。すごいよね。そうですね。はい。まあでも、あんまりそういう、G 的なことはできないです。ちょっとイボがまだちょっとかさぶった状態ですからね。あんまりちょっとあんまり。あ、まだそんな感じなんですか。そうなんですよ。そうなんですよ、山本さん。古い。日本誰か知ってんのかね、今の。いや、もう俺世代ぐらいじゃないとわからないんじゃないですか。ザボンチさんのね。ザボンチさんの。うるさいな。ラジオネーム。うるさいの？何も言ってないです。日本語ラップ。はい。内館牧子さん。両親が土佐犬って本当ですか？話したくはない。子供って無邪気だよね。子供の人もないからね。子供が聞いたんですね。内館さん、両親が土佐犬って本当ですか？来たよ。あれ？そうなんじゃない？来たよ。犬じゃねえか。怒られるよ、もう。ほんと。気に入ってんじゃないよ。朝シオルがやってきてね。おい、犬犬ババアてめえ、よくもお前、横綱審議委員会の時、偉そうなこと言ってくれたな、クソババア。おい、犬おい、犬その時は、シュンとした感じ。威嚇しないんだ。ラッパーが来ましょう。一国道さんに手こきされると3ヶ月後に射精するって本当ですか？話したくはない。一国道さんに手こきされてんじゃねえよ。北斗神拳じゃないんだから。続いて、だよなダウナーみたいな言い方でやっております。ダヨナー。はい。ダヨナーがついてれば何でも OK でございます。このコーナーはね、ちょっと長いの。もうちょっと短めにしたいところでございます。なんかいいコーナー考えてくださいよ。はい。お前がないや、俺考えてますよ、今日も。くだらない。はいはいはい。クソ野郎。後ほどね。後ほど。後ほどじゃねえんだよ。お楽しみにじゃねえんだよ、クソ野郎。
すげえ言ってくるな。何やの。すげえ言ってくるよな。このコーナーを考えるくだりのやつですげえ言ってくるよな。そう、仕事サボってる人間には俺厳しいから。全盛期の IVS だってこんな厳しくない人。怖い人たちが集まってた事務所ね。はい。ラジオネーム応援歌ファン。AV の長文のレビューは書けるのに、履歴書書く気にならないんだよな。書け、書け。それ簡単だろ、お前。ラジオネーム、走り熊。毎日毎日俺の家のポストに空き缶が入ってるけど、もしかしたら荒垣優ちゃんの飲みかけかもしれないから捨てられないんだよな。ねえから捨てろ、本当に。俺のしょんべん入ってるぞ、本当に。それはダメですけどね。それはそれでダメですけどね。誰が好きなんだっけ、安田さんって。僕ですか。僕は不謹慎和恵さんです、ね、そうだ、不謹慎和恵ね。不謹慎和恵じゃないです、不謹慎和恵、不謹慎和恵さんです。いや、もうそうですよ、ね、だからみんな世の中はね、マシャロスマシャロスなんて言ってましたけど、僕は不キロスですからね。不キロス、うるさいね。うるさいね。俺もやっぱりあれですよ、北川景子ロスですよ。ああ、そっかそっか、北川景子ロス、北川景子ロス、ロス疑惑。違う、そうなると三浦になっちゃうけどね。ロス疑惑になった。あのさ、古いのよ。お前だよ。全部。違う、オタクオタク。いや、ほんと、いい加減してよ。いや、オタクよ。俺も古い人がいるから、古い人を笑わせようと思って古い話題してるだから。そんなことない。もっと若手のアシスタントにはもっと若い話題するんだ、俺は。人のせいって、人のせい。おじさんを笑わせてやろうと思うから、古いロス疑惑とか言って笑わせようとしてんだろ。ほんと、いい加減してくれよ、ほんとに。ずるいよ、それ人のせい。そうなんです、山本さん。いや、笑わねえよ、そんなの。いい加減してくれよ、ほんとに。ダメよ、ほんと。こんなの。くよ、もう、新しい話題しようよ。してください、お願いします。ラジオネーム、P-MAX。殴った私の心も痛いんだよってセリフ。せめてな、メリケンサック外してから言ってほしいんだよな。メリケンサックな。買ったな、中学生の時、メリケンサック。ぶん殴ってやろうと思ったから、あの人。今思うと怖いよね。怖いですね。あんなもんで人ぶん殴ろうとしてた。そうですね。しかも売ってたんですかね。売ってましたよ、普通に。ね、結構ね、うん。ラジオネーム。スチールマン。ハンターハンターが完結する前に俺が死にそうなんだよな。そうだろうね。絶対間に合わないと思うよ。うん、我々がハンターハンターの最終回を見ることはできないと思うよ。相当乱暴な終わらせ方以外は。うん、来週すべてが夢だったで終わるしかない。夢落ちで。夢落ちしかない。ラジオネーム。ラッパーザキバチョフ。女の演歌歌手の普段着見るとなんか勃起しちゃうんだよな。する坂本冬美さんのポケットのところの刺繍が入ったジーパンでしょ。結構アルマーニ的なジーパン履いてる坂本冬美さんのちょっと、まあ確かに私服エロいよね。わかるわかる。日本髪みたいにしてるやつパーッとロングにしてる感じの坂本冬美さん、エロいよね。わかるわかる。わかるー、ここで出ちゃいました、ね。ここで出るだろ、いつも。わかるのコーナーにまともなの送ってこないから。こういうところで隙見て見つけちゃうだろ、俺が勝手に。スキーボッキだよ。ラジオ阿佐ヶ谷のブス。病弱だけどデブだから誰も心配してくれないんだよな。逆の心配もあるからね。太ってっから大丈夫かっていう心配はあるよね。結構なかなか大変ですけどね。やってんでしたっけ、人間ドック。言ってんだ、人間ドックとか健康診断ですけどね。 あと胃カメラもこの間飲みましたけど。犬小屋入って、犬小屋犬小屋って言いました俺。人間ドッグ。違う違う、ドッグじゃねえ。で、人間ドッグではないですけど、胃カメラ。内館牧子と一緒の人間ドッグだろお前。ゴーゴー。スデイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.je/dreamer Stay Night Dreamer。 さあ引き続きダヨナーをちょっとやりつつかなとか思ってますけど、はい、
ラジオの阿佐ヶ谷のブス、うん、ああ読みましたね、さっきのデブのやつだったね、うん、ごめんね、ごめんね真摯にね謝ってますね、ラジオにはオフサイドトラップ、リニアモーターカーが開通するとか言ってるけど俺はそんなに急ぐ必要もないんだよな新幹線で十分だっていうね、言うなそんなこと、一生懸命やってんだから月行く必要ねえしとかね一生懸命ねやってんのに、宇宙の謎ってどうでもいいとかラジオネーム応援歌ファン、卒業アルバムに書いたお金持ちになって働かないで暮らすって夢、半分叶ってるから幸せなんだよな働かないってことはね、親死んだら一発アウトだぞこんな生活薄氷の上だぞそれお前の生活は、お母さんお父さん死んだら一発アウトだぞラジオネームグドンなグドン、安田さんの息子に言ったんだ今は、安田さんの息子に言ってやったんだ、うちの息子まだ2歳、親に甘えてよ、いや2歳半だから全然甘えてもらって構いませんけど、親を頼りにしてたら一発アウト、全然いいですよ、抱っこ抱っこって言ってもらって大丈夫ですから、抱っこ内田真紀子さん、人間ドックね人間ドックこと内田真紀子と安田和弘違うやつです、ラジオ違うよ、うるさいんだよ黙れよ、ラジオネーム黙れって何だよグドンなグドン、はい、ペニスの正しい発音はペナスっていうのが俺の持ってる唯一の豆知識なんだよな役に立つぜ、だったね、ペナスそうなんだよ、そうなんだ、結構昼なんですやってる時、うん、川北麻衣子があの子帰国子女、ニューヨークの帰国子女かなんかだから、はいはいはい、あの正しい発音教えてくれるの結構 CM 中とか、はい、あれ面白いんだよな、はい、I'm not a Schwarzenegger ただ下ネタ全然やってくれないからつまらないけどね、ちょっと今度やってみよう、ペナスちょっとって言うかどうか、ちょっとペナス私のペナスピーナッツっぽいもんね、なんかね、ちょっとね、マイペナスうるさいね、何回言ってんだよ気に入っちゃってんじゃねえか、まあ以上にしておきましょうかね、以上ダイオナでございました、はい、続いては安田が新コーナープレゼンする時間でございます、ね、はいはいはい、先週の毎日あの人っていうのはもうボツにして、あの、はい、安田をぶん殴りましたので、ね、金木屋の人物クックパッドはねもうちょっとお試ししてみようということでございますので、ちょっとそちらから、はい、はい、お願いします、クックパッドみたいにね、うん、あの人の調理法というか、はい、出来上がりまで聞いてみてください、はい、ラジオにも起きてるし、バナナを不衛生なところに置いておきます、表面に黒いシミができてきます、しばらくすると形もドロドロに崩れてきます、いつしか異臭が漂ってきます、そこに一つまみ金箔を振りかけますね、岡本夏樹の出来上がりですラジオネームオマットさんでした、カラッカラに干上がったアバターに紫色に変色したサソリをあの添えてください、神田うのの完成ですいいことなんだよラジオネームおマットさんでした、きったねえジーパンにこってりめのバーベキューソースつけてください、はい、田中義武の感想です全然だろやめようかな大丈夫三平、変なジジイを連れてきて日当たりのいい軒下に吊るして放置します、カラッカラに干からびた着物を着せましょう、これで杉田玄白の完成です、鮮やかな座布団を添えて歌丸にアレンジするのも楽しいでしょううるさいんだよどうしようかね、もうちょっとかな、もう一回保留組です、保留組、はい、はい、安田さんね、はい、それではですね、今回の新コーナー、まあ先週あのなんか可愛いので、なんか、動物のとかいうお話だったので、ああそれを、あ、老眼越しに俺の顔見るなぶん殴るぞ、こびた目つきでよ、こびてはいないんですよ、あの老眼鏡なんてどうしてもそういう感じに見えてしまうかもしれないですけどどっちにしろお前にしろ老眼越しに俺のこと見るんじゃねえぞ本当に、
それではね、タイトルいきましょう。おいでよ、うん、サンドリ動物公園、うん、これはもうあの全然タイトル書いていただいても構わないんですけど、うん、サンドリ動物公園に生息する可愛い動物たちが自己紹介をするコーナー。おう、いいじゃない、俺が言ったやつだから。 あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。それでは行きましょう。こんばんは、カピーパラパラです。まるで機械でいじったような美声で何度も同じフレーズを繰り返すだけの歌を歌う動物だよ。今は色鮮やかな不思議なキャラクターだけど、数年後には類似動物と言われるシノーハラハラ同様に大人キャラで再ブレイク予定です。それじゃ、それじゃリバンバーン。また芸能人いじってんじゃねえかよ。はい、芸能人いじるんじゃねえって言ってんだろ、毎回毎回。しつこいな、お前も。じゃあもう次の例題やめますけど。おい、物覚えの悪いやつは。芸能人いじるんじゃないって言ってんだろ。いや、なんか、まあ、こ井上構造か、お前。井上構造。芸能人ばっかりいじりやがってよ。いや、だそれが動物に見立ててっていうことですけどね。はい、もう、じゃあ、こんな感じなんですけども。うん。なんだ、もうそれだけか。いや、ありますけど。殺すしかねえな、これ。いや、あるよ。例題はありますけど。うん、例題だって。おい、福田芸能人。来週お前も考えとこう。いや、そうですよ、それは、ね。そりゃそうだな。そりゃそうです。前回方式にしよう。プレゼン方式。そうでしょ、やっぱり、ね。どっちが勝ち抜くかっていう。うん、そうですよ。そうしましょうよ、もう。あ、で、それはもうあれにしよう。動物のやつ。うん、やっぱりあれにしよう。可愛いやつ。みんなが。私は柴田です。私は柴田です。私は柴田です。柴田と申す者です。森の郵便局で働いてます。こんなことしますっていうみんなの自己紹介してもらおう。ああ、森での、ね、うん、おいでよ、おいでよ、おいで。おいでよ、おいで。おいで村にしよう。おいでよ、おいで。おいで村にしよう。自己紹介はするってことね。おいでよ、おいで。おいで村。で、みんなの自己紹介。はい、森、おいで村に住む皆さんの自己紹介。おいで村。を送ってもらうってコーナーちょっと一回試させてください。一回ね。はい。わかりました。ちょっと一回、ブレイクさせてください。Slay Night Dreamer Live on Air。 さあ、というわけで有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、そろそろ分かり、完全に仕上がりましたね。物まねの仕上がりがすごい。おいらの人口をシコシコしてんのは誰だ。これあの人がお休みしてもできますね。ナレーションとかそういうやつとか。と山田康夫さんがいなくなってクリカンさんがやってるみたいに。嬉しい。あの人以外無理です。お別れ近いですけど、はい、メール来てます。ラジオネームネズミコーパイ、うん、どうも、日本一金玉が小さい女子です。今日はバレンタインだからチョコいっぱい作っちゃった。女の子はこの日に1年で一番力入れてるから、ボラニーはね1週間禁止してるんだよ。安田さんね、バレンタインにボーロしかもらえねえ、お前は嫁から全く愛されてねえんだよ。ちゃんとチョコを買ってもらえるぐらい稼がないとお前の嫁浮気するぞ。女子の私が言うんだから間違いないよ。金玉は小さいって言ってるけど女子やねえだろ。何を言ってんの。ああ、うるせえな、やっぱりこのコーナーな。いや、男子から来るんだもん。男子じゃないから。女子だから。女子は女子ですだって言わないだろ。金玉が小さい女子です。あげときます。パン。はい。さあ、ということでね、今日からそうしたんです。うん。私がそうしたんです。はい。私が、そうしたんです。いいですよ。そんな繰り返さなくても大丈夫です。上岡龍太郎町にちょっと行ってください。はい、お願いします。だから今日一番ちょっと印象的だったおはがき。おはがきなんて一枚も来ないんですけどね。メール、E メールで来ておりますけどもね。ついつい癖ではがきと言ってしまいますけども。はい、E メールの中からね、印象深かったものの中で、
マグカップを差し上げようかなと思ってますけども、はい、まあ、パンあげた人たちの中からっていうだけじゃないんでね、印象深かった、まあ今日僕個人的に印象深かったのは、あのイタチの血にあの血にイタチが集まってきてチャボ殺したっていうメール、あの好きでしたけど、はい、あのまあちょっと住所書いてなかったので、うん、また住所を聞くみたいな面倒くさいことは絶対にしませんですから、はい、住所が書いてあるものの中からというふうに考えたらね、はい、ま、考えたらねってちょっとオカマっぽくなっちゃいましたけど、それ絶対に突っ込まないでください。私の中の眠る、そんなに気になってる、私の中に眠る一行が早く紹介してもらう、うるさいな、もう時間どんだけ、時間がないんですよ、ベロベロ投げやってんのそんなことやってません、あの人だからね、それわかるのコーナーで、はい、もうクソみたいな山村もみじさんの訪問に焦ってチンゲのお茶を出したとかなんか変なもうやついっぱい浜田ブリトニーに興奮したりとかあったけど、それおマットさんでした、3連発おマットさんでしたにあげます、はい、お相手有吉弘行と元気な安田でした、また来週。